はい、ありがとうございました。今日はね、チャンキさん一緒にいるんですけど、チャンキさんと一緒にノンキボに行こうかなと思います。よし、熱っ。どうしようかな。あれよ、多分ね、ガス調節できる圧力と、だから強めね。僕ね、だいたい頼むのがチャンジャとか、チャンジャとかホタテチャンジャってもそうっすね。うん、ホタテチャンジャください。はい、何しようかな。とハムカツも。はい、ありがとうございます。あ、美味しい。あ、濃いわこれ。あ、ハイボールのサーバーがあって、これ全然ちゃうっすね、普通の。うん、さハイボールが350円。このハイボール結構ね、炭酸効いてて美味しい。いただきます。美味しいよ。あ、いただきます。いただきます。ホタテチャンジャ。ホタテのチャンジャですね。ホタテのチャンジャ。ホタテチャンジャ。これ結構定番で、これ定番なんですか？定番で、僕の中で定番です。でも大体見た目に行ったらこれよ。店の定番か。僕の中の定番ね。はい、じゃあこのね、ニンニクあるんでね。これしないと500円を今しようつけて入れてます。消火作業。消火作業。三宅さんにちょっと質問なんですけど、はい、まあ、YouTube やられて1年ちょっとで、そうですね、はい、でも三宅さんがその求める、その求めるっていうか、の YouTube やってるため、やってるそのコンセプトみたいなの聞きたいんですよ。何のためにやってるか。あ、まあね、一番大きいのはお金でしょうね。それはそうなんですか。小遣い稼ぎがきっかけなんですけど、うん、まあね、ちょうど始めた頃にその倉敷の豪雨があって、もうその時からその倉敷のね、美観地区とかもバーッと減ってしまうんですよ。全国で有名っていうよりは、その倉敷と五箇山でちょっとね、その有名、うん、その食べログじゃないですけど、グルメ系の仕事が来ればなと思って、ぜひ仕事ください。のんき飯聞いてないですか。のんき飯、うどんの出汁をご飯にかけてお好みでラー油食べる。茶漬けっすね、お茶漬けっすね。ちょっと一つある。そうっすね、今、ね、はい、のんき飯って、はい、これチャンギさん食べてください。はいですか、ね、あれっすね、お茶漬けみたいな感じの、優しいお茶漬けみたいな感じ、締めに、はい、うどんの、うどんのご飯バージョンみたいな。いただきます。あ、でも好き。好き好き。優しい。あ、好き。うまい。ほんまね、うどんの麺が米になった感じだ。ラー油がね、あるんだよ、ラー油が。これもかけちゃって。味変で。ちょっとね、ちょっとだけ。ちょっとがいい。スライユ。うん。ラー油ね、入れる方がいいですね。美味しい。美味しい。のんき坊来たらね、ぜひのんき飯おすすめ。まあね。飲んだ後がいいっす。
途中の食べたらお腹いっぱいになるんでね。はい、あっちはい、1人ね、3000円ぐらいです。安い安いハイボールがね、マジうまかった。結構いい感じでね、はい、終わりましたね。いい感じで、ね、ちょっとほろ酔いになりました。行きましょうか、はい、次、レッツゴー。ありがとうございました。行きますか。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。